はい、こんにちは、クーペンの岩崎です。今日商品レビューをやっていきたいと思います。今日やっていく商品がですね、この3種類になります。じゃあウルビスのオイルになりますね。で、今日3種類用意してまして、ピンクと水色と黄色となっております。で、一応これを毛束を使ってで、それぞれをやっていきたいと思います。で、これがですね、簡単に説明していきますね。ウルリスのピンクに関しましては、うねりケアとなっております。で、まあ、ちょっとこう、猫毛さんとかにもいいですよとなってますので、うねりをこう予防してくれるようなオイルになってます。で、はい、こちらがですね、保湿ケアのタイプの水色のオイルになってます。で、これもすごく保湿ができるオイルとして作られているので、パサつきをどう抑えてくれるのかを検証していきたいと思います。この3つ目黄色が補修ケアになってきます。なのでそれぞれ結構違っていて、まあ、うねり、保湿、補修ってなってくるんですけど、補修に関しては正直、まあ、見た目でわかるかなっていうとこなんですけど、まあ、これちょっと裏見てみると蜂蜜とケラチンが入ってるんで、ああなるほどなるほど、まあ、蜂蜜とかだと、まあ、有名なアンドハニーとかだったと思うんですけど、まあ、ケラチンが入ってるってことなんで、まあ、補修効果としてはあるかと思うんですけど、実際に毛束に使って、どういった効果があるかを実際に検証していきたいと思います。では、今日はこちらを3種類をやっていきます。まずはピンクの方から使っていきたいと思います。こちらうねりですね。うねりのやつをつけますね。で、香りがメルティフルールっていう香りですね。で、今濡らした状態の毛束につけていきたいと思います。ではこちらですね、毛束なんで少し少なめに出します。意外に硬かったです。はい。匂いはほんのり甘い感じですね。なんかそんなあれです。なんかどぎつい感じではないので、ほんのり香るぐらいかなと思います。で、これを乾かしたいと思います。はい。では次、こちらの保湿ケアの水色を使っていきたいと思います。で、こちらの香りがアクアリリーの香りとなっております。まぁ、ちょっと聞いただけだと全然わかんないんですけど、これも出しておきます。若干出しづらい。そんなにいっぱいは出ないですね。お、これは逆に結構きます。割と匂い強いですね、これは。割と僕は強く感じました。で、次、黄色を出していきたいと思います。はい、こちらです、黄色。これは補修ケアになってるので、ダメージが気になる人とかにはすごくおすすめのオイルですね。じゃあ、ちょっと出していきます。で、これの匂いが、はいはいはい。これは、やっぱ蜂蜜が入ってるのが結構優しい香りがします。うん、なんか悪くはないけど。あ、でもずっと匂い嗅いでおくとちょっと甘いかもしれないです。若干甘めな香りなんで、やっぱり。で、これを3種類乾かしていきたいと思います。はい、お疲れ様でした。ピンクからまず紹介していきたいと思います。ピンクが、まずこちら、猫っけさんですね。うねりがこんな感じですね。このような形になってまして、串通した感じでも根元から結構まとまってる感じはあるかと思いました。で、次が水色ですね。水色こんな感じなんですよ。これと比べると結構違いますよね。なんで、ピンクの方が結構収まりはいいかなと思いました。で、逆に、水色の、こちらですね。これに関しては、まあ、保湿なんで、確かにツルとかはあります。なんで、乾燥しているような人の向けにはなってますね。で、ピンクは、うねりが結構収まってるので、割と、うねりがある人、癖がある人はピンクを使うっていうのがおすすめかなと思いました。で、最後の黄色、こちらですね。補修ケアのオイルになるんですけど、これはやっぱり、うねりも確かに多少収まっている。まあ、ツルとかももちろん出ます。なので、まあ、オールラウンドにいけるのは確か黄色なのかなっていう気もしますね。ピンクと比べた時にも、割とまっすぐな感じですよね。黄色なんで、黄色割とどの毛質でもいけるかなと思って、癖毛のある人はピンクをもちろん特化的に使った方がいいですし、こっちの水色のやつに関しては保湿ができるんで、乾燥をすごい気にされる方は乾燥のやつで、どっちもやっぱ使いたいなって思うんであれば、僕は黄色がおすすめかなと思ったんで、使った感じ黄色結構いい仕上がりかなと思いましたんで、ぜひ購入するときどれがいいかなって迷ったら、癖毛が気になる人はピンク、こちらですね。で、乾燥が気になる人はこっちの保湿ケア。で、オールラウンドにどれでも対応したい。とりあえず引っかかりが気になるという人は黄色をおすすめしますので、ぜひそれを参考のもと購入してください。
まあ今日はちょっとオイルの検証だったんですけど、またいろんな検証やっていきたいと思いますので、どういった検証がしてほしいとかあれば、ぜひともコメントお待ちしております。それではまた動画でお会いしましょう。バイバイ。